です。今回この動画ではカンパーニュの作り方をご紹介していきたいと思います。今回は細かいところまで一緒に作っていく感じで、はい、ご紹介できればなというふうに思っております。ではパン作りスタート。今回作るパンのレシピはこちらになります。スクショするかノートに書き写して保存してね。では材料をボウルに入れていきます。今回私は2つ分2個ねパンができる分量で作るので、皆さんはこれの半分で作ってください。というわけでまずはリスドールを入れます。はい、というわけでリスドールを入れたら次は全粒粉、そしてライ麦粉、そしたらそこにお塩を入れます。ドライイーストはちみつは今回 20g 入れます。ちょっとこれだけ量りを使います。 OK、 水ぬるま湯ですね、30度ぐらいかなのぬるま湯を入れて、まずはこれをゴムベラでかき混ぜます。そしたら粉っぽさが全体的になくなってきたら、ヘラから手に変えてこねていきます。こねるときはもうベーグルとかをこねるときと一緒で、生地をこう押して押して、何回も何回もこの粉っぽさがなくなるまでこねていきます。でこれを手ごねでする場合やねんけど、大体に水っぽさがなくなるぐらいまでこねたら、その後台に叩きつけます。で台に叩きつけることによってグルテンが形成されます。それが形成されるとすごくこうパンとして膨らむの でベーグルとかはその叩きつけてグルテンを形成するっていう作業がないから、ギュッと詰まったパンになるそうでございます。今はとりあえず粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせるっていう作業をしている感じです。多分どんどんねこう水分が全体に回って手にくっつくようになってくると思うけど大丈夫です。あとで板に叩きつけるやつというか作業をしたら、ものすごく手にくっつかなくなってきます。よいしょ、まあ、こんな感じでこねる作業を10分ぐらいかなして、叩きつけるのもまた10分ぐらいしてっていう感じになります。この板に叩きつけます。よし、生地がこんな感じでできたので、これを2等分にします。なもんかな、うんうん、いい感じ。薄くほら膜ができてるので OK です。ではこれを丸めて、こっちも手ちょっと水分つけてあげてるのでだいぶ扱いやすいです。こんな感じで丸めたらタッパーに入れて、しっかり空気を抜いて蓋をして、これを30度の発酵温度で30分間発酵させます。オーブンの余熱機能を使って発酵させたりとか、まあ、最近やとねもう外とかあったかいから春やし、外とかに置いててもまあ大丈夫です。というわけで30分間発酵させていきたいと思います。では一次発酵を30分終わったので開けてみましょう。一次発酵が終わった後はね、こんな感じでだいぶ水分がこう全体的に馴染んでツヤが出てっていう感じになります。ちょっと手を濡らして、油とかでも大丈夫やねんけど水で全然大丈夫です。一回手を濡らして、この端っこね、丸がある端っこ4箇所を伸ばして真ん中に戻すっていうのをやります。これがパンチと言います。こんな感じで持っちゃっても大丈夫で、くるくるくるっと、まあ、何回かやってもいいし、ちょっと空気が全体的に一回抜けるようにして、 OK、 はい、もうこの時点ではだいぶ扱いやすくなってるはずです。じゃあここから発酵が長いです。これはもう私は今日あったかいので常温でやっちゃうんやけど、オーブンでやる場合は30度でお願いします。で1時間から2時間、まあ1時間ぐらいかな、ここのタッパーの中に結構パンパンになるぐらい発酵します。2倍の大きさになったら二次発酵が完了っていうふうに思ってもらったら大丈夫です。
というわけで、また1時間半後にお会いしましょう。ではでは発酵へ行ってもらいます。おやすみなさい。はい、というわけでパンがしっかり発酵してくれる。おお、すっごい。今日は外で発酵させたらめちゃめちゃいい感じに膨らんだので、最後形を作ってこのカゴに入れるところをやっていきたいと思います。じゃじゃん、こっちも、わお。両方めちゃめちゃちゃんと膨らんでくれております。ではこのカゴに入れていきましょう。まずは全体に粉を振ります。ちょっとこのままやと多分くっついちゃうので、こんな感じで、よいしょ、パンに粉を振って、こっちのカゴにも粉を振ります。よいしょ、ちょっとカンパーニュ特有の粉がパンについてる感じになるので、で全体的に粉をつけてあげます。はい、こんな感じで OK です。まずは一つ目、で多分発酵してるからすぐにきれいに落ちてくるはず。はい、OK。こんな感じでふっかふかに多分なってると思うので、これを広げて丸めて形を作っていきます。では形を作っていきます。まずは生地をしっかりちょっと伸ばします。伸ばしたらこれをこんな感じで折って、ほんと適当です。ここはぐぐっとまで伸ばして、でこれをキュッと巻いて、でここをつなぎ目を指でつなぎます。はい、OK。大体この全体の生地が重さがここもここも一緒のようにしたら綺麗に仕上がると思います。はい、OK。そしたらこれはに入れて、そしたらこっちに入れます。でこれが大きくなるまで最後また1時間30分ぐらいかな、発酵させていきたいと思います。では発酵が両方できたので、これを出していきます。 OK。 はい、 OK。 すごい。OK、じゃあクープをこれで入れていきます。クープは縦にここに深く入れて、これもではこれを焼いていきたいと思います。霧吹きを用意してパンを入れます。よいしょ。で霧吹きを中にかけて、はい、OK。 いってらっしゃい。完成です。あっち。じゃじゃーん。というわけでパンが焼けました。まず一つ目がこちらと、でちょっとこっちブサイクになっちゃったけど、じゃじゃーん、こんな感じでーす。パンができたのでこれを切って保存をしていきたいと思います。まず一つ目はこの縦長のパンはサンドイッチ用とかにしたいので。1センチぐらいかな、こんな感じになります。うん、いい感じだ。こんな感じで、できたらこんな感じでジップロックに入れて、ここ封して保存します。
朝ごはんにもピクニックにもぴったりなカンパーニュ、ぜひみんなも作ってみてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。